はい、那須岡町のムービームービング。この番組はムービーがムービングするということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。今回は少し様子が違います。ゲストの方が来られてます。サリーちゃんです。よろしくお願いします。サリーちゃんです。謎の美少女が那須岡町のムービームービングに登場するということで、ディズニー作品のですね、問題点についていろいろ話していきたいということで、ゲストの方に今回来ていただきました。よろしくお願いします。いっぱい喋ります。お願いします。今回は話したようにリトルマーメイドですね、こちらがですねそろそろ公開されるということで、アメリカも日本もいろいろ物議を醸しているということで、それについて語っていきたいという感じです。ということで、6月9日にリトルマーメイドが日本で公開されるということで、実写になるということなんですけども、今話題になっているのは、メインのアリエル役の女優さんが黒人になったっていうところで、もともと白人のキャラクターを黒人にする必要があるのかっていう問題が一つと正直どうですか？なんか反対も別にないし、賛成も特に私はないんじゃないんですけど、うん、めちゃくちゃ違和感は感じてますね。そもそもなんかポリコレってなんやねんっていう話なんですけど、ポリコレってポリティカルコネクトレスっていう略で、例えば民族だったりとか、人種、LGBTQ 的な、そういう特定のクラスターの人をに対しての差別的なその意味とか誤解が含まれないように工夫するっていう、適切な表現をするっていう流れがポリティカルコレクトネスって言われてて、それでリトルマーメイド の主役の人魚のアリエルが黒人になってるっていうところで、そもそも黒人だからとか白人なのにとか前にその言葉がついてる時点で、このポリティカルコレクトネスには反してるわけですよ、ね、確かに。なんかディズニーとかって正直そういうポリコレとか性別とか、そういうなんかなんだろう、ちょっと子供からすると難しいような、そういうなんか無縁の、そう、無縁のものを家族と一緒に見てただ楽しみたいっていうものがだん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 薄れてきてて、ちょっと頑張りすぎというか、やりすぎというか、受け入れられないその加速の仕方があまりにも早すぎて、それについていけてない私が悪いのか、それともディズニーがちょっとやりすぎてるのかっていう、そこがちょっといまいち距離感が私が分かってなくて。いや本当にそうで、ディズニーってファンタジー屋さんなんですよね基本、うんうんうん、ディズニーの作品の魅力ってどういうことかっていうと、例えばバンビっていう作品があって、でこのバンビっていう作品のアニメーションの作品自体はもう全く同じものを見てるのに、子供と大人では見え方が変わってくるっていうのを、ファンタジーの中にそのクリエイティブの力でまとめるっていうところがディズニーの最高の魅力だったね、うん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 、だから僕たちね、ファンタジーが見たいんですよ。そうなんですよそうなんですよ、めちゃくちゃファンタジーが見たい、はいはい、間違いないファンタジーなんて望んでんのは、うんうん、そうだから、ファンタジーの世界を見に行ってるのに、そのリトルマーメイドにしたら、そのもうポリコレ問題っていう、そのもう今僕たちがこう直面してる結構社会問題を思いっきり入れてきてるわけですよ。だからリアルの問題を出しすぎて、でもかといってそのリトルマーメイドっていう題材は別にジェンダー的なものであったりとか民族的なものとかを別に表す原作でもないわけですよね。だから変なんですよ、ものすごいね、今ですね、リアルな世の中の問題が含まれちゃってるから、なんか楽しむに楽しめないっていう感想なんですよね。そうなんですよね、多分この問題とかも違和感に感じてるのってめちゃくちゃ大人だけかと思うんですけど、うん、なのかなって感じちゃってるのは、なんかたまにインスタとかそういう SNS で、うん、黒人の女の子がアリエルが黒人になったよってなってすごい喜んでる動画とかリアクションの動画何回か見たことあって、だから実際子供は楽しめるのかなとか、そういうこと考えずに純粋にそのおとぎ話として受け入れることはできるのかなって。ただこういうふうになんかいろんな固定概念だったり先入観がある大人からすると何度も言うようにやっぱり違和感
あの可愛いセバスチャンやフランダーはいずこへっていう感覚になっちゃって、むしろ逆にちょっと楽しみですけど ね、そのセバスチャンとかフランダーが泳いでる姿ちょっと見てみたいなみたいな、うん。まあ、こんだけディズニーのこと考えてたらもう逆に見に行くっていう、でもそれでも炎上商法みたいな感じになってるんで、ね、あ、そうですね、確かに炎上商法みたいな感覚で見に行きたいなっていう興味が湧いちゃった自分が悔しいですね今。結構だからディズニーって最近調子悪くて本当に、うんうん、ディズニーってあのピクサーとかマーベルとかルーカスフィルムズとかスターウォーズのとかいろんなものをこう買収してきて今に至るんですけど、そのディズニー本体が作ってるアニメっていうのが一番のメインのコンテンツっていうか作品群の中で、アナと雪の女王、ベイマックス、ズートピアっていうのはまあまあ売れたんですよ。で以降の作品はもう全然売れてもないし話題にもなってないと、映画として面白くないっていうことになってると思うんですよね。例えばウォルト・ディズニーさんが生きてた時のディズニークラシックって言われている、白雪姫とかピノキオとか不思議の国のアリスとかピーターパン、シンデレラ、眠れる森の美女、まあ、そういうあの初期のディズニーの神作品たちをいまだに実写でこすり続けてこすり続けてきてる。もうとにかくこすってこすっていろんな味出そうとしてるんですよね。確かに。これからのディズニーどうなっていくと思います？これからのディズニー、うん、どうなんだろう。今正直わかんないです。2つあると思います。それこそ落ちていく未来か進んでいく未来かのどっちかなんですけど、うん、進む方で言うとあのもしかしたらこの今ちょっとポリコレでいろいろなってることが実は前時代、うん、最先端、むしろ前衛的なもので、だん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 他の映画もこういう風になってって、うん、これがなんだろう、デフォルトになるような映画のデフォルトになるような未来になるっていうのが一つ。二つ目はやっぱりあの正直言っちゃうと、そういうビジネスと芸術っていうバランスが今取れてないなって思ってるんですよ、うん、どちらかというとビジネスというか、うん、そういう思想の方が大きくなっちゃってるんで、そのバランスがすごいかけ離れてこの差が激しくなってもう落ちてくんじゃないかなっていう未来の2つがあって、それどっちに転がるかは全然わかんないです。ただ今はその前者の、あ、後者ですね、あの落ちてくんじゃねえかっていう説を私は言いたい。なるほど、はい。いや、これからのディズニーは、まあ、よく向かういい方向に向かうなんかアイデアとしては一つ思ってたのは、あ、ディズニーってものすごいお金持ってるんですよね、うんうん、だから他の映画の制作会社ではできない作り方ができるっていうところで、リップシンクっていうのがあるんですよ。あ、はい、口パクみたいな。アナと雪の女王のレディゴー、レディゴーっていう、レディゴーっていう発音に合わせて唇の動きがリンクするっていう作り方なんですけど、うん、例えば日本だったら松たか子さんがありのままのって言って歌う、そのありのままのっていう口の動き、日本の日本語と英語のレディゴーは口の動きが違う。そうなんだ、知らなかった。だから公開されてるそれぞれの国の言葉に合わせて吹き替えて、でその吹き替えを担当する、例えば日本だったら松たか子っていうのをディズニー社が指定してオファーかける。おー、なるほど。あー、すごい。 でその人の唇をトレースして、うん、キャラクターも同じように唇を動かすっていう。なるほど。え、めっちゃすごいですね、その技術は。そう、知らなかった。すると違和感なくそれぞれの国の人が楽しめるっていう。えー、すごい。それ素晴らしいことない？いや、めっちゃすごいっす、知らなかったです。そうで、今、リトルマーメイドを黒人のアリエルが出てきてっていう話で、はいはい、今世界がわたわたしてるわけですけどはい、はい、これ極端な話ですよ。例えば主要の国、アメリカ日本で EU とロシアも結構もともとは映画で興行が多いところで、中国とかっていうある程度のくくりでそれぞれの女優を立ててバージョン取ることできるんですよ。なるほど、国に合わせて。特にリトルマーメイドなんかはこの上半身は人間で下半身は魚で、なんでここだけ、はい、ここだけ実写なんですよ、ここだけ。確かに。なんかここだけをそのそれぞれの女優さんで撮って入れ替えたら日本バージョンの2023年版のリトルマーメイドみたいな形でそれぞれの国に対応してできるとか、そしたら全く問題はなしっていう。確かに。
でも問題ないけど確かにめっちゃすごいんですよ、うん、でも私わざわざ映画館行ってリトルマーメイド見ようって映画館行ってちょっと日本人キャストで見ようかなってなるかって言ったらちょっと微妙かもしれないですごめんなさい。確かに今回批評家のコメントを見てると黒人のアリエルが出てきたことによって黒人の少女はこのリトルマーメイドを見て同じ肌の色の人が活躍してる姿を見て夢と希望をもらえるだろうみたいなコメントをしてるんですけど、それってなんか超上から目線っていうか制作者サイドの推しなんていうかなあの黒人の女優さん使ってあげたらみんな喜ぶでしょっていうことでしょ。そうですね、だからそうだからそれはちょっと違うと思ってて確かにその黒人さんの方の意見を見れば逆のことが書いてあってこの黒人起用っていうのはある意味侮辱にも見えるっていうことなんですよ。うん、うん、そうそう、なんかそれめちゃくちゃわかります。なんか究極のポリコレって私マリリン・モンローだなって最近感じていて、おマリリン・モンローってもともと赤毛で別にそこまで頭も悪くなくてっていう人だったのにやっぱりハリウッドで映画進出してってなんだろうそういう悪い部分大人の悪い部分に染まってって、うんうん、で最終的には金髪のおバカな少女みたいなことを演じて精神を病んじゃったっていう人生があって、うんうん、なんかそれって本当に究極のポリコレだなって思ってて結局人々って金髪に求めてるのってなんかちょっと頭が悪くてモテて美人でみたいな、うん、でマリリンはそれを演じててってめちゃくちゃポリコレじゃないですか。なんかそれ見てる方が私が心が痛くなるというかなんかいやみんな求めてるんだってこういうことだよねでもこういう風になんだろう本当の自分を出せないみたいな、うんうん、なんていうのかな多様性がこれこそ進んでない世の中だよね、うん、みたいなのがもう本当に体現できてるのがマリリンだなって最近ずっと感じていたのでなんだろう、うん、それが今さっき言った黒人の人は皮肉に感じるみたいなこと言ってたように私はそういう風に感じてる部分が最近マリリン・モンローであったなってふと思いました。その個性を尊重するんじゃなくてその特徴を利用して商品にされてしまうっていう、ね、そうそうそう、それが全く今のディズニーも一緒ですよね。なんかバランスが今すごい狂ってきてるなっていうのはすごい思いますね。で、もともとはディズニーっていうのはウォルト・ディズニーさん自体が超人種差別主義者なんですよ、うんうんうん、詳しくはこの創造と狂気、はい、ウォルト・ディズニーっていう伝記小説を読んでいただきたいけど私すごい感じてました。そうですてかすごい天才的な才能も持ってるけどすごい愛国心があって差別主義なところもあると、うん、でそれは今のディズニーの会社からしたらもうすごい、ね、危険なんですよ。だって今って10年前の発言とか引っ張り出されて仕事取られたりとかしてるんで、はい、俺とディズニーさんっていうのがもうディズニー 今のディズニーにとっても黒歴史みたいになっちゃってる、うん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 、でウォルト・ディズニーさんの綺麗なところだけを商品にしたいんですよ、うん、だから安全な方安全な方にその行くディズニーに今なっちゃった。ビジネスですねやっぱり。そうなんかすごい映画業界全体がすごいつまんないことになっちゃいそうですよね。そういう風に芸術とかを抜いてしまうとそこは汲み取ってほしいですよねディズニー側にそう見え隠れするビジネス集ってめちゃくちゃ嫌じゃないですかうーん明らかにポリコレ気にしてんな金稼ぎだなみたいなってわざわざ見たいなって思える作品じゃないですよ。やっぱアートとかもそうだけどこの絵がすごいらしいよこの絵がもう見られないらしいよとかなんかそういう価値観があるからこそアートって見たくなるわけであって別にお金稼ぐためにやってますっていうアートは見たくないです私は。ね、だから僕らなんか昔のディズニー作品が好きな我々からするとやっぱりクリエイティブがなんか弱くなってるんですよね、うん、だからその社会的なメッセージ入れるのは OK なんですよ。うんうん、OK なんですけどもろに生々しく入れるもんではないんですよ。それをこう、うん、うまくファンタジーで包み込んで提供するのがディズニーのうまいやり方だったんですけど、はいはい、それにはクリエイティブの能力がものすごいいるんですよ、はい、難しいですよ本当に難しい確かに難しい それは難しい。そう、でそれがずっと断ってやってきた会社なのに最近はそれがないっていう、うん、裏切られたけどそうだからディズニーがこれからいい方向に向かうにはクリエイティブを強化するしかないと僕は思ってて。そうですね、うん、そうかもしくはお金にものを言わせて
さっき言ってたように黒人女優のアリエル、白人女優のアリエル、日本人女優のアリエルみたいなご当地アリエルをいっぱい作るからご当地アリエルもう二択だと思うんですよね。もうお金の力でご利用しするか、クリエイティブを強化して本来のクリエイティブ集団としての力をパワーアップしていくっていう、うん、そうですね。なんかある意味その多様性が進んで個性が薄れつつあるというか、なんだろう、個性的な人を今まで個性的だねっていう褒め言葉がだんだんなくなってきて、それがアベレージだよねっていうのが多様性にもの概念にも入ってるのかなって思うんですけど、その中で突出していくのってさっき館長もおっしゃった通りめちゃくちゃ大変じゃないですか。だからクリエイティブの要素、ここからさらにどう進化していくのかめちゃくちゃ楽しみだし、なんか逆にどうやんだろうって私ちょっと応援したくなっちゃいました。そうでそこで一番頑張ってくれそうなのはピクサーなんですよ。ああ、そうですね、ピクサー。そう、ピクサーはディズニーに対して企画を上げて、ディズニーが今親会社になっちゃってるから、ディズニーが通さないとピクサーの企画通らないんですよ。で、そのピクサーが上げてる企画は LGBT を思いっきり題材にしたストーリーを作って企画を上げてる、ずっと前から、何年も前から上げてるらしいんですけど、ディズニーが一向にそれ許可してなかったりとかするんですけど、なんかそういうリトルマーメイドっていう題材、もともとあるしかも題材に世の中のポリコレ的なリベラル思想みたいなのを追加するんじゃなくて、そのリベラル思想を強化していきたいんだったら、そのリベラル思想に基づいた作品を新しくクリエイティブすればいい。確かに、ああ確かにそうですよね。でも それはそのディズニーの親会社からしたらちょっとリスクが大きい、それは外れるかも分かんないんで、うん、なかなか踏み出しにくいわけですよ今のところは。それをずっと排除してて、はい、でそれを通すようになってくれたらちょっと望みはあるのかなって。確かに、なんかその違和感っていうのは結局アリエルって黒人じゃなかったよね、でもなんか今回時代の流れに沿って黒人にしましたっていうのが一番の違和感だったから、そう、別に元からアリエルが黒人だったらそこまで違和感はなかったから、最初からオリジナルでそういうものを作ってしまえばすんと受け入れられますね。そうそう、だからもうそれこそまだやってないけどポカポンタスとかを実写化して、うんうん、今回のキャストでやってたらもう全く問題ないんですよ。なかった、そう、アリエルだから問題なんですよ。そうそう、全く分かんないんです。確かに、そうそうだそうだ、だから だから当事者を主人公にした作品をクリエイティブすれば全く問題ないんですよ。これリトルマーメイドやったの失敗ですよ。なんでポカポンタスとかにさムーランとかポカポンタスとかアムランもやってるか、やってれば別にここまで全世界が困惑することなかっただろうに。そうそう、みんなねファンタジーが見たいんですよ。そう、ファンタジーが見たいの、ただそれだけでも結論。そう、そうなの。だからすごいフランダーとかあんなに愛おしかった可愛らしかったっていう前を知ってると悲しいんですよ、あの本物の魚が。そう、変な感じ。だからみんなねディズニーランドになんで行きたいかというと、うん、やっぱディズニーランド行きたいじゃないですか。みんな行きたいみんな大好きじゃないですか。で、はい、ディズニーランドってなんか行ってなんで、まあ、僕は年パスとかは持ってないんですけど、まあ、はい、あそこは素晴らしいとこやと思ってるんですよ子供の時から。はい、はい、でもほんまにもうすごい好きで毎月のように行ってる子とかいるじゃないですか。はい、いますね、友達でもいます。でその子たちになんでこんなにディズニーランド行きたいのって聞いたら、世の中生きてて大変なこといっぱいあるけどディズニーランドに行ったら忘れられるっていうのが一番多くて、自分の周りではだからみんなね現実から離れてリアルから離れてファンタジーの世界に入りたいんですよ。はい、そうですそうです。なんですけどそこへ入ってみたらポリコレとか人種とかジェンダーとかリベラルとかなんかややこしい社会問題がいっぱいこのリトルマーメイドっていうこのファンタジーの世界に入っちゃってるから、カニのセバスチャンもフランダーも思いっきりそのただの普通の魚と普通のカニになってリアルになってるんですよね。だからファンタジー見に行ってんのにリアルに見せられてるからすごい違和感があるから、でそれをねちょっとねちゃんとこうファンタジーに溶け込ませるようなクリエイティブな技術をなんとかしていただいて、うん、ファンタジーを作ってもらいたいな。
そうですよね、魚とかカニ見るんだったら別に水族館で私たちは十分なのでわざわざ映画で、ね、見に行ってみたいとは思わないので、そこはもうちょっとキャラクターとしてもうちょっとなんなら人間に愛されるような見た目を作ってほしかったなって、そこは悔しい。ただ別にアリエルが黒人ってことに対しては全然私はそれはいいんじゃないかとは思ってます。いいんじゃないかって思ってるけど違和感を感じてるってだけで、うん、別に批判的な意見ではない、ついていけてないだけ。なんかポリコレって結局なんだろうな、押し付けとか攻撃的とか侮辱的そういうものじゃなくて、なんかスンって受け入れられることが一番大事なんだと思うんですよ。あ、それはそうですね。なんか自然に、自然にが大事なんですよ。それが今自然にが全くない。フランダーも可愛くない、うん、セバスチャンも可愛くない、うん、アリエルは突然人種が変わりました、なのにお父さんは白人ですみたいな、ちょっとなんか大人からするともう混乱でしかないんですよ、全ての情報が。なんでこうなったみたいな、兄弟全員人種違うしみたいな、アリエル。そうそうそういや、おかしいじゃん、大人からしたらめちゃくちゃおかしい話じゃないですか。このまま分からなかったらどういう家系図っていうね。そう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 、だからもうなんだろう、批判、まあ批判的になっちゃうんですかね、これは。ちょっとここにも一個問題があって、もう本当に個人的な意見としては、さっきサリーちゃん言ってたみたいに、作品について、まあ、リトルマーメイドっていう時点でもそもそも素晴らしい作品であることはもう間違いない、はい、そうなんです、そうなんです。そうで、黒人の女性がアリエルに起用されたっていうことは違和感はあるけど、でもあの人歌めちゃめちゃうまいんで、はい、そうなんです。それは見どころかなと思って、そこを、ね、楽しみにしてるんですけど、うん、だからそこはねしっかりね、僕もディズニー大好きマンとして言っておきたい、はい、ただ問題があるのは、このリトルマーメイド人種ポリコレ問題などに触れることによって、これナスオ館長はレイシストじゃないかと人種差別主義者じゃないかと何お前は何を言ってるんだっていうこう叩きが来るわけですよね、はい、あーやばい、レイシストはやばい。だからこんな話を言ってるとみんなこうさらっと引いていくわけですよ。あー人種差別主義者が出たぞみたいな感じで引いていくけど、はいはい、そういう人種差別的な意味で言ってるんじゃなくて、その人種差別主義者だっていう叩かれるとか叩かれたくないから安全なことを言おうとかっていう人種差別主義者バリアみたいなのがあって、それに守られてるんですよ、このリトルマーメイドっていう作品は、うん、だからリトルマーメイドを攻撃する批評家とかがあんまり出てこないのは、あれを批評するしてこの作品はダメって言っちゃうと、その人はもう人種差別主義者認定されちゃうんで仕事やりづらくなっちゃうんでだから言いたいこと言えないわけですよ。そうですよね。あー、なるほど。でもそれで言うと別に人種差別を私たちはしたいわけでは全くないっていうのは一旦前置きとしてもう覚えていただきたいですよね、動画見てください皆さんが。別に人種差別したいわけじゃないし、なんならなんか海外とか行ったら私たちも結構される側、どちらかというと。あ、そうです、そうです。どちらかというとされる側なんで。本当にそう、はい、だからなんか一緒に考えていきたいみたいな、みんなと一緒に考えるべき問題だなっていうのはすごい感じてるから、別に差別はしてないです本当にこれからこの実写版をどこまで擦り続けるのかっていうところと、まあ擦り尽くした後、基本的にはさっき言った初期作品の中から擦ってるから、その擦り終わった後、あの新しいことが出てくることを僕は期待しております。私も期待してます、はい、新しい作品をそろそろね01で作ってほしいですね。やっぱ芸術家は前衛的なものを作ってバズっていくんで、まあ、そうです。そのためにピクサーを購入したんじゃないのかと。はい、頼みますわ。新しいものみたいですね、そろそろ。じゃあまとめると、ファンタジーを見せてくれと。頼む、ファンタジーが見たいんだ私はディズニーさんクリエイティブ強化してファンタジーにうまく包み込んで世の中の問題入れてくださいと。はい、もう本当に包み込めてなかったら生々しいからもう見てられない、ね、丸出しのものは嫌だ、可愛くないものも嫌だこううまく加工してファンタジーにするっていうのがやっぱファンタジーの魔法なんで。はい、そうです。それを頑張ってもらいたいなというところですね。はい、
現実を忘れさせてください。お願いします、はい、夢と希望をディズニーさんにいただいて育てていただいたですね、はい、我々の世代としては、ね、これからもあの大人になってからも育ててもらいたいなと思っているので、ぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。というところでまあ、ディズニーさんのねいろんな話してきましたけども、まあ、6月9日公開のリトルマーメイド、あのぜひ皆さん見てください。あの僕も見に行きます。私ももう行っちゃおうかな。もうこれだけリトルマーメイドってもうこの2週間ぐらいずっとリトルマーメイドのこと考えてるんで、もうだんだんねリトルマーメイド逆にもう一周回って見たくなっちゃってきてるんで、ちょっと愛おしくなってますね私も。ぜひね劇場でリトルマーメイドを見て、でまたもうその感想をねまたいろいろ話し合って、でそれで話題にしていくことによって、まあ、それも世の中にね世の中が変わっていく一つになってくるかなと思いますので、はい、皆様リトルマーメイド見ていただきたいと思います。はい、そんなところで今回のナソー館長のムービームービングはゲストにサリーさんに来ていただいてお送りしてきましたけども、ちょっと内容が辛辣な話になってたんですけども、あれちょっと最近の社会問題など絡めて話していきました。またあのこの対談についてあのコメントをお寄せください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でまたねサリーさんとまた他のことで対談もしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ見てくださった皆さん、サリーさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ご来場ありがとうございました。